2007年岩手県知事選挙は2007年4月8日に岩手県で行われた知事を選出する選挙である。現職の増田博也の人気満了に伴い実施された。岩手県は衆議院議員である小沢一郎の影響力が強く、1995年の知事選では小沢が建設省官僚であった増田陽律の中心人物であった。 しかし1996年の総選挙で新進党は敗北。1998年には党が回答して小沢グループは自民、民主に次ぐ少数勢力となった。それを受けて1999年の知事選では、増田は小沢グループが反対したにもかかわらず、自民党の推薦を得て出馬し再選。2003年の知事選では政党の推薦を受けず、 小沢グループとの関係は冷却化していった。そのような状況で民主党岩手県総支部連合会は2007年知事選に向けて独自候補擁立を明言。しかし擁立が進まず2006年8月に県連代表で衆議院議員の達祖が自ら出馬することを表明した。達祖の出馬表明から約2ヶ月後、増田は不出馬を明言した。 その後、会社役員の足名哲夫、日本共産党岩手県委員会が擁立する、岩手県労働組合総連合の前議長である、菅野久志氏が、それぞれ無所属で出馬表明をした。翌2007年1月、前、滝沢村長であった、竜村淳一、反民主勢力の結集を訴えて、無所属で出馬を表明、自民党が推薦を決定した。選挙告示の、 1> 約1ヶ月前の2月下旬には、岩手県議会議員で、道の区プロレス代表のザグレートサスケが出馬表明。ご指による選挙戦が事実上決定した。民主党推薦の達祖が4期務めた衆議院議員としての知名度の高さと、県と森岡市を中心に、自らの講演会、そして県南を中心とする小沢一郎の厚い支持層。 全権的な連合岩手の組織力に支えられて6割を超える得票で当選した。岩手肉選出の自民党衆議院議員、鈴木俊一の地盤である田野畑村を除く自治体で首位に立った。自民党推薦の竜村淳一は村長を務めた滝沢村でも、達祖の後人に敗し、得票合計でもわずか2割と惨敗した。 またザグレートサスケは無党派層の支持を達祖に奪われ、共産党推薦の菅野や無所属のアシナは知名度、組織力で達祖に及ばなかった。当日有権者数110万9615人、最終投票率68.53%。ありがとうございます。